どうも、浅野幸喜です。私の妻が4月1日にですね、入院したんです。はい。で、理由は、切迫流産気味だということで、絶対安静ということで、4月いっぱいは入院ということで、緊急入院をしました。2歳になったばっかりの、長女の南も、いるということで、ママと娘がですね、離れ離れになったわけですよ。入院する前までですね、ママ、ママ、ママとですね、すごくこう、ママっ子ということで、急にですね、ママがいなくなってですね、1ヶ月生活が始まってですね、今日、この日にですね、無事、まあ、一応こう、ね、退院ということで、なったわけです。で、そこでですね、4月の入院した日にですね、娘の南が、妻がお昼寝をさせて、寝せた状態で入院に向かったんです。ということで、4月のお昼から、今日まで、南はお母さんがいない状態、何も知らない状態で、あれ？起きたら、あれ？お母さんいない。っていうのが、今日まで、1ヶ月間続いたわけです。で、今日退院してですね、ママが急に現れたら、南はどういう反応するのかなというところを、ちょっと取っていきたいなというふうに思いまして、で、まあ、僕の予想だと、一番が、わあ、ママーって言って、感動の再会抱きつく。ハグをする。二番が、ちょっと遠目で、あ、ママとかってこう、もじもじする。で、三番は、無言。で、立ち尽くす。この三つかなと思うので、で、今からですね、ちょっと病院の方に行って、退院の手続きとか、してきますので、まあね、こうちゃんね、すごくこう、ジーンと来てですね、泣いてしまうんじゃないかなって、僕がですよ。僕が泣いてしまうんじゃないかなっていうふうに予想してるんですけども、まあ、こう、ぐっと来るような感動の再会になるのかなというふうに思いますので、果たして、娘はどういう反応するのか、で、皆さん、ご視聴よろしくお願いいたします。じゃあ、今から行くよ。みーちゃん。今から行くよ。ゴー！ドラえもんだけ爆買い？みーちゃん。はい、到着しました。いよいよですね、感動の再会になるのか、果たしてどのような反応を見せるのかというところでね、行きたいと思います。ちょっと待ってね。爆睡してます。ということで
なんか予想してたのはドアを開けてからママーって言って走ってくるのかなと思ったんだけど、なんとトラブル発生、娘の方が寝てました。はい、ということでね、ちょっとね、今ね、娘のみんなが寝てるので、起きたらどういう反応するのかっていうのに切り替えて撮っていきたいと思います。みーちゃんおはよう。みーちゃんママーってやってみて。ママはーって、ママあれおはようって、ママだって。みーちゃんママだって。あれあれ、みーちゃんママ、ママ、みーちゃんママ、みーちゃんなんか泣いちゃった。え